はい、皆さんこんにちは、ビーレジェンド上谷です。今回はですね、皆さんにお知らせがあって、動画を配信しております。なんとじゃじゃーん、ビーレジェンドささみが本日発売となりました。はい、ということでですね、このビーレジェンドささみなんですけれども、味が3つあります。1つ目がじゃん、プレーン、まあ普通の一般的な味ですね。そして2つ目がじゃじゃーん、ブラックペッパー、はい、ブラックペッパーでございます。そして3つ目が、なんとこれはなかったでしょう、じゃん、ジンジャーでございます。はい、ということでですね、この3つの味で、展開しております。で、こういう感じでね、10個1つの箱になってるんですけれども、こういう感じで、Bレジェンドささみ、なぜかひらがなで書いてあります。はい、ということでですね、まあ、こんな感じでね、中に入ってるんですけれども、この10個で2500円です。で、ちょっと1個1個で売ってくんないのって話もあるんですが、ちょっとまあ送料等々もあるので、一旦まあ箱で販売をしていきたいなと考えております。そして、まあこれはちょっと特に関係ないんですけれども、まあ特徴としてはですね、まず無添加であるっていうことが一番の売りです。無添加。甘味料じゃないや、着色料とかですね、酸化防止剤とかですね、要は傷まないようにいろんな添加物が、だいたいこういったものには、ふんだんに入ってるんですけれども、だけど、もう完全に無添加にこだわりました。はい。そして、あと、まあ、タンパク質は1本で 10g 取れます。はい。で、あと、炭水化物とか脂質はね、もう限りなくゼロに近い、もうほぼ、ものによっては炭水化物が少し入ってるのもあるんですけれども、まあ、もうほんとゼロです。で、脂質もゼロです。っていう形でですね、非常に、クリーンなタンパク質を取ることができます。そして、まあ、これいくつか、ポイントがあるんですけれども、これわかるかな？なんかね、こういう感じで、ここがね、イージーカット仕様になってるんですけど、わかんないよね。ちょっと切ってみようかな。これ見た目何も切り口ないですよね。切り口ないんだけれども、手でこうすると、ビビッと、簡単に破けます。ビビッと、破けます。はい。これが、まず一つ、パッケージの特徴です。中身はこんな感じです。よし。で、液だれしないように、かなり乾燥してます。で、液だれしません。こんな感じです。だからもう、このまま、ね、このまま、でも、いける感じです。こんな感じで。はい。これがまず一つ売りですね。ちょっと食べてみましょう。これはちなみにプレーンです。うん。うまいですね。はい。ハサミです。ただ、液だれしないっていうことは、乾燥してるってことだから、パサパサします。はっきり言って。やっぱりドリンクと共に取ってもらうとダメなんですけれども、美味しいです。じゃあ次は、ブラックペッパー。これをちょっと食べてみましょう。これも同じく、イージーカットスティックで。ここですね。こうかな。はい、切れました。もう手だけで切れる設計になってます。よっ。滑る。これダメですね、この絵は。開けにくさを演出してますね。はい、もうこっちから切っちゃいました。で、ブラックペッパーはというと、ニョキッと、こんな感じです。はい、こんな感じです。食べてみます。めちゃくちゃペッパーが効いてます。お酒が好きな人、僕もほとんど飲まないんですけれども、お酒が好きな人は多分ね、これいいと思います。おすすめです。で、最後、ジンジャー行きたいんですけど、これね、見てもらうとわかるんですけれども、このパッケージ、これ普通ですよね。これ見てもらうと、めちゃくちゃしおれてるじゃないですか。やっぱり熱でこうギューっとこう収縮させるので、どうしてもこういう風になっちゃう場合もあります。綺麗なパッケージの時もあるんですよ。あ、これももう今開けちゃいましたけれども。ね。綺麗にパッケージになってることもあれば、
こういうふうにシュクシュクシュクとなっている場合もあります。よっよっ、はい、これも開きました。そしてはい、開きました、開きました、開きましたよ、開きましたので、はい、こんな感じです。見た感じはもうちょっと出そうかな、見た感じはさっきと同じような感じだと思います。もう食べちゃいました。あ、うまいな。うん、あのね、これもしっかりジンジャーが効いてます。ジンジャーが効いて、生姜のなんか寒い時に食べると体が温まりそうです。はい。で、まあこんな感じであるんですけれども、まあ、あ、うまいなジンジャー。で、まああの一般的なプレーンと、ちょっとこうお酒飲む時とかね、あの味濃いのがいいとかっていうピリ辛のブラックペッパーとですね、あとこうほんのり生姜の味が、香りも味も広がる、ジンジャーもですね、まあこれ1本だいたいタンパク質が 10g 取れますので、ぜひですね、まあこのビレネのささみですね、ビレネのささみ、本日から好評発売となりましたので、ぜひ食べてみてください。で、多分ね、水分が持ってかれちゃうので、その時はビーレジのプロテインウォーターでですね、さらにタンパク質を、あ、うまいですね、外さない味、ビーレジェンドプロテインウォーター。まあこんな感じで、あの飲んでもらえればいいんじゃないかなと、まあ、一緒にね取ってもらえればいいんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひですね、ビレジェンドささみ、お買い求めください。はい、ということで、また下の方に URL 載せておきますんで、ぜひお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。